2022年12月16日、ボートレース公式サイトからニーショ選手の登録が削除されました。同年の1月5日、地元唐津の正月第62回佐賀県選手権最終日にてフライングを切り、1月15日から90日間のフライング休みに入っていました。フライング休み後にいくつか旋回を控えていましたが、一度も出場することなく選手ページ自体が削除。ファンからも一体何があったのかと心配されるあまりにも突然の出来事であった。ボートレースの選手登録は怪我などを理由に更新ができない場合は、一時的な抹消措置が取られることもあるため、抹消イコール引退ではないという話もあったのだが、2022年12月17日に SG グランプリシリーズの勝利者インタビューにて、翌日の優勝戦への意気込みを聞かれた、同じ佐賀支部の宮地元樹選手の発言で、現役引退は確定した。明日の優勝に向けての熱い意気込みを一言メッセージお願いします。そうですね、まあ、ちょっと気になったんですけど、なんかまあミーショさん辞められたってちょっと聞いたんで、まあ、まあその分も俺が頑張ります、はい、佐賀支部といえば峰一派と呼ばれるほど峰竜太を筆頭として上野慎之助、山田浩二といった弟子、そしてその選手たちに弟子がつく一つの組織が出来上がりつつある。ミーショはこの一派誕生より前の選手ということで、自身の出身校でもある佐賀商業の先輩の城滝和則に弟子入りしている。一時成績に伸び悩むミーショに陰屋の転校を勧めたのも師匠である城滝だった。ミーショにとって兄弟子にあたる松江秀則については、私生活がむちゃくちゃと称しており、城滝に弟子入りを果たした当初は松江の部屋の掃除を任されていた。一方で悩んだ際には相談できる大切な先輩であることを明かしている。峰竜太が G1 の優勝戦に挑む直前に偶然遠くにミーショを見かけると、先輩であるミーショが自分が乗る予定のボートを磨いていたことがあった。これは少しでもボートを磨くことで少しでも船が前に進んでいけばという思いからの行動だったらしく、峰は思い出すだけで涙が出るほど感動したことを語っている。また以前に尼崎の記念レースにて4号艇だったミーショが展開を作り、5コースの峰が勝利した際には展開を作ってくれてありがとうございますと峰が手を合わせる。それに腹を覚えることもなく素直にグータッチで返す器の広さを感じさせた。映像や当時の写真がないが、ミーショについて語り継がれているエピソードとして新鋭王座決定戦での土下座というものがある。2006年1月に地元であるボートレース唐津での話。現在のヤングダービーにおけるレースということで、オープニングセレモニーでは当時の若手選手たちがおふざけモードでパフォーマンスを繰り返す中で、選手代表として締めの挨拶を任された。ミーショは神妙な表情で壇上に上がると謝罪の言葉と土下座を行い、会場にいた誰もが驚いた。これは新鋭王座決定戦が実施される直前に佐賀支部の選手たちが集結して行われる正月開催の佐賀県選手権とある騒動が理由となっている。佐賀県選手権のドリーム戦の公開インタビューにて、城滝和則、長溝和夫に対して酔っ払った客の一人が大声でヤジを飛ばしたことに城滝と長溝がうるさいと激怒。これに逆上した酔っ払った客がライターやペットボトルを投げつけると壇上に上がり、現場は騒然。選手たちは警備員に囲まれる形で退場し、ドリーム戦の公開インタビューも急遽中止される騒動となった。地元の正月開催で関係のないファンにも迷惑をかけてしまった責任感や、自身の師匠である城滝の失態に対して弟子であるミーショは責任を重く感じたゆえに、地元開催である大舞台でのこのような謝罪に至った。今では YouTube などを通してどの場でもドリーム戦のインタビューを見ることができたり、来場者へのお酒の対応、ヤジの質の悪さには厳しい措置が取られてありえない話なのだが、血の気の多い佐賀支部の当時の状況を感じさせるエピソードでもある。今業界でより問題視されているのは、2022年末に40代前半の若さで業界を去った E 選手の引退理由だという。本来ひっそり引退するようなレベルの選手ではないのですが、なぜか説明もなく
選手登録が抹消されました。1年前まで A1 で活躍していた選手がいきなり引退するのはこの世界では極めて異例です。いい選手が所属していた支部は上下関係がとりわけ厳しいことで有名で、 E は人間関係を苦にしていたという情報があり、引退の経緯を自ら公表できない事情があるものとみられます。引退の理由として最も濃厚なのが精神的なダメージによるものです。こちらのツイートをした方が競艇業界に精通しているかどうかは不明ですが、嘘をつくメリットがないことを踏まえると信憑性は高いと言えます。憶測で不用意なことは言えませんが、引退セレモニーもないですし、唐津がツイッターや SNS で報告をすることもないので余計に勘ぐってしまいます。なお最近の選手にしては珍しく公になっている形で、 SNS は一切やっておらず、現在のところその理由はわからないままとなっている。引退した理由に関して様々な憶測が飛び交っていますが、真実ではないことを祈ります。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。